この番組はご覧のスポンサーの協力でお送りした。せっかく倒したことだし、こいつの体験も読んでおくか。どれどれ。うるさいやつだ。くだらないことばっかり言ってぶっ潰すわよ。相変わらずだな、君は。まったく。あら、何か不満がありそうな顔ね。で、次は何をすればいいのよ。何顔をそらしてんだよ。読んだところでどうせ僕の作品は理解できませんよ。はあ、ごめんなさい。何を言ってるのかよくわからないわ。はっきり言おう。僕は以前から君のことが嫌いだ。あらあら、まあ、また負けに来たの。本当に懲りない子ね、僕ちゃんは。あるのかどうかは知らんが、念のため書いといてやるよ。地獄に行く。まあ、いいわ。1、2、3。はい、上がり。意外とやるね。手助けなんざいるかよ。人を見かけで判断しない方がいいですよ。こうやって足をすくわれますからね。へえへ、そいつはようござんしたね。探偵家業に荒事はつきものですからね。別にいいじゃねえか、勝ったんだからよ。力だけが全てではありません。少し見えてきた気がします。中も調べてみる必要がありそうですね。こんなことが。大丈夫かい？どうした、その獲物は飾りか。そんな言葉に私が動揺すると思ったか。あなたと一緒にしないでください。何度向かってこようと帰り討ちにしよう。誰一人邪魔はさせない。俺が全部終わらせてやる。だから安心してそこで寝てやがれ。くだらん。その椅子が武器なのか。ああそうかよ。っておい、あれが悪人面だ。ちょっとやりすぎましたかね。この鳥、それもこんなに凶暴な。戦えんのか。ああ、まだなの。もう信じてもらえないかもしれないけど、でも君のことだけは絶対に傷つけたくないんだ。うん、私は君を信じてるからさ。君も自分を信じてあげてよ。
あ、ごめん。あなたの力、私に見せてちょうだい。我らだ。それなら僕も全力で行かせてもらうからね。あらあら、油断したわ。分かった、みんなのためにやってみる。この男、しぶとく生き残りおって。さあ行きましょう。ジェル、あなたすごいのね。あら、あなたなかなかいい足してるじゃない。ご褒美に餌でもあげようかしら。